いつもと同じ仕事をいつも通りやろう。それがプロの仕事だろ。せっかく空を自由に飛べるように、こんな立派な白い羽がついているのに、こんなところに迷い込んできたら意味がないじゃない。だからね、君はそう言うと便所の小窓を開け、ふわふわ白い羽のついたタンポポの種子をそっと逃がしてあげるのだった。ケツをかきながら隣に突っ立っている僕を見つめて、あんたも同じだよと僕のまつげについたムヤニを指で弾いた。なめくじみたいに君の体を這う毎日、なめくじみたいに君の体を這う毎日。しかし違う違う、ゼロの特攻スピードで僕は部屋を飛び出しました。面に連れ込む面でも壊してやりたかったけれど、そんな時でも一番お気に入りの T シャツを着てきた自分がバカバカしくて、そのライブハウスではいつも70年代フォークが流れており、僕は彼らのメッセージに応えるべく全身を硬直させたんだ。マスター、家も電話もない人間にアルバイトをさせてくれるバカな会社がありましたよ。マスターは人差し指でメガネを押し上げながら、バカはおめえだろと笑うんでした。こうして僕は汗水垂らして働いて、なんたらかんたらってやつを経験したわけだけれど、ナスだろう、昇る朝日から目をそらしてしまうのは一体ナスだろう。ゴキブリみたいで夜を這う毎日、ゴキブリみたいで夜を這う毎日。おめえもだよ、ミキオ。お前は分かんねえよ、何考えた。しかし幸せの人のスピードへ、僕は自転車こいで浜野の家に行きました。このまま終わって止まるからって言いながら、ファミリーコンピューターの稽古とはバチバチやってる自分がバカバカしくて、生きていこうと思うんです。